この町っていいとこだな。なんてったって魚がうまい。それに夜は静かで波の音が心地いいからぐっすり眠れるぞ。けどもうそろそろランドソルに戻らないとな。名残惜しいけどいつまでもここでのんびりするわけにはいかないし、それにランドソルに出てる縁日だって気になるからな。そういえばお前、明日はどうするんだ？明日は私に付き合え。漁師のおっちゃんたちについて行って漁に出るつもりなんだ。お前も一緒に来い。この町を離れる前に最後に思い出作っておきたくてさ。っていうのもな、せっかくお前たちとこうして仲間になれただろう。今までは戦ってばかりの思い出しかなかったけど、これからはどうせなら楽しい思い出を作るのもありなんじゃないかって考えたんだよ。それに自分で釣った魚を新鮮なうちに食べられるなんてめったにない経験だからな。そういうわけだ。漁ってのはものすんごく朝が早いみたいだから、私は先に寝る。お前も寝坊するなよ。明日は魚をいっぱい取って食べまくるぞ。じゃあな、おやすみ。起きろ、朝だぞ。お前、寝ぼけてないか？さっさと顔を洗え。早く海に行くぞ。なんだこりゃ。おい、なんでこんなに海が荒れてるんだ？昨日寝る前はあんなに静かだったよな。お前も覚えてるだろ？冬の海は荒れやすいって聞いてたけど、たった一晩でこんなにコロコロ変わるもんなのか？おお、おはよう。えらい早いじゃねえか。てっきり寝坊するかと思ってたぞ。私は子供じゃないんだ。誰が寝坊なんかするか。なあ、それより漁の準備はしなくていいのか？そうだよ、早く船に乗せてよ。ワンタンはちゃんと寝るっていう言いつけちゃんと守ったんだからさ。今日こそ船の上から日の出を見させてよ。それに僕らの初めての漁なんだ。ずっと楽しみにしてたんだよ。ああ、分かってるよ。だがな、海の顔をよーく拝んでみな。この調子じゃ今はまだ船を出せねえ。お前たちも立派な一人前の漁師になりてえってんなら波を読む力をつけな。船を出すまでもう少し時間はある。待つのも漁師の仕事だ。焦って竿を上げたら釣れる魚も逃がしちまうってもんだ。海は逃げねえ。目の前にデカデカと広がってるんだ。だから今は海の男らしくどっしり構えてじっと我慢してな。はい。いいかお前ら、正月から落ち込むな。せっかくのめでたい雰囲気が台無しだ。もう少し待ってみたら天気も変わるかもしれないだろう。まだ諦めるのは早いぞ。それに日の出なら船の上からじゃなくても見られるだろう。あたしらと岸で待つのはどうだ。あたしらは漁がしたくて来たんだけど、日の出を待つのも悪くない。こういう縁起物は何度見ても飽きないらしいし、いい思い出になるだろう。そうだね、二人とも。もうすぐ帰っちゃうんだもんね。なら日の出まで二人の話を聞かせてよ。お姉ちゃんはランドソルでどんなことして過ごしてるの？おお、この大悪党ノエム様の話か。よく聞いてくれたな。
それで私の天狼破断剣の一振りで下っ端の小悪党どもを蹴散らしたってわけだ。はっはっは。すごい、その大きな剣見てみたい。どこにしまってるの？天狼破断剣は私のとっておきだ。悪さをするとき以外は。なあ、日の出の時間ってもうすぐじゃなかったか？天気が良くなるどころか、もっと雲が厚くなってきたぞ。ねえ、父ちゃん、もしかして日の出、見られないの？そうみたいだな。おまけに海もへそ曲げちまったのか、荒れる一方だ。これじゃ漁にも出らんねえ。楽しみにしてたのにすまねえな、みんな。漁に出たいのは俺たちだって同じなんだがな。けど相手は大自然の海だ。俺たちちっぽけな人間じゃかなわねえ時だってあるんだよ。え、雷まで鳴ってるのか。しょうがない、一雨降る前に宿に戻るとするか。もう一日ここに残って明日こそ漁に行くぞ。日はまた昇るってやつだ。ああ、そうだといいんだがな。ただあの雷、ひょっとするとよ、あのでっけえ雷の柱、やっぱりか。どうして嫌な予感ほど当たっちまうんだ。楽しみにしてたところに水を差して悪いが、明日になっても日の出は拝めないな。いや、明日どころかしばらくは無理だ。もうすぐ嵐が来るぞ。え？ちょっと雷が落ちたくらいじゃないか。そんなのいつまでも続くなんてことないだろう。あの雷はただ天気が悪いってわけじゃねえ。俺ら漁師にはわかる。ありゃ、ライライって魔物の仕業だ。くそ、せっかく景気よく漁に出ようってのによ。正月から縁起悪くて仕方ねえ。なんだ、ただの魔物が悪さしてただけか。たかがって、この時期俺らはあいつに苦しめられてんだぞ。それにそんじゅそこらの雷雷だと思ったら大間違いだ。冬の厚い雲の中に溜まった電気を吸って普通のやつよりもブクブクと肥えてるんだよ。さっき落ちた雷を見ただろう。桁外れの迫力だ。まるで油の乗った戻り魚みてえなやつなんだ。俺たち漁師は海のプロだ。水の中にいる魚はお手のもんさ。だが雲の中にいる魔物はお手上げよ。どうすることもできねえ。大丈夫だ、あたしらに任せとけ。船を出せるようにしてやる。おいお前ら、さっきあたしの天狼破断剣を見たいって言ってたよな。うん、もしかして魔物を倒そうっていうの？すっごく大きな剣だって言うけど、いくらなんでも雲の中にいる魔物なんて無理だよ。あたしは魚をいっぱい釣って食べまくりたい。それを邪魔する奴がいるなら蹴散らすだけだ。お前らも漁師のおっちゃんたちも船に乗りたいだろ。だったら私と同じだ。おいお前、私に力を貸せ。ここは悪党の出番だ。悪い奴は私がぶった切る。よし、力が湧いてきた。新年一発目、景気よく全力でいくぞ。現出せよ、天狼破断剣。どうだ、参ったか。雲が消え去ったってことは、たった一振りで空にいた魔物を倒したっていうのか。おう、これが私らと天狼破断剣の力だ。言った通り、雲の中にいた魔物だって蹴散らせただろ。私とこいつに切れないものなんてないんだよ。
すっげー。お、なんか海の向こうが明るくなってきたぞ。あれはやったな。ちょうど日の出の時間ぴったりだったみたいだ。今日の朝日は一段とでっかい気がするぞ。やっぱり縁起物は何度見たっていいもんだな。お前との新しい思い出が作れたぞ。おお。おい、おっちゃんたち、いつまでぼーっとしてるんだよ。海を荒らす魔物はいなくなった。これなら船が出せるだろ。おお、あんまりすごいもんだからつい驚いちまってな。晴れ間が広がっただけじゃねえ。さっきまで荒れてた波もすっかり穏やかになってら。こうしちゃいられねえ。急いで船を出すぞ。おい、お前たちも準備を手伝え。船に乗りてえってなら漁師の端くれとして乗りな。わかった。いやー、悪さする魔物に悪いことした後は気分がいいな。スカッとしたぞ。正月ボケして雲の中で寝てたのが悪いんだ。まさか正月早々ぶった切られるなんて思ってなかっただろう。誰が？私は別にただ魔物を倒したかっただけだぞ。あと私はノエムだ。いい加減覚えろ。まあ今日だけは多めに見てやる。それより私らも急ぐぞ。船に乗り遅れたくないからな。これから釣って釣って釣りまくって腹いっぱい食べるぞ。こんなとこで何してるんだ。そうか、私は正月の縁日を堂々と歩くのは初めてだから、これからいろいろ見て回ろうと思ってたところだ。そうだ、せっかく会えたんだし縁日を案内してくれ。美味しそうな匂いがあちこちからするし、面白そうな出店もいっぱいあって、さっきから目移りしてるんだ。なんかお前はこういうの詳しそうだからな。ここで会ったのも縁ってやつだ。今日は私と一緒に縁日で遊ぶぞ。おい、私はお年玉をもらうほど子供じゃないぞ。お前その年でか。私より年上だよな。そのお年玉で買い物してるって言わないよな。ひょっとしてお前結構悪いやつなのか。ん？なあお前、あの子供。あたしより先に気づいて声かけるなんてな。正月早々お前らしいよ。お年玉の入ったポチ袋なくしちゃったの。そうか、それは残念だったな。なあお前どうする。そう言うと思った。聞くまでもなかったな。あたしの案内は後でいい。どうせお前はそうするに決まってるだろうからな。それじゃさっさとお年玉を見つけて、うまいもんでも食いに行くとするか。おい、安心しろ。こいつと私が見つけてやるよ、お年玉。あ、本当。ああ、だからもう泣くな。それじゃあ探すから話を聞かせてくれるか。確かここら辺を歩いてたって言ってたよな。しかし小さなポチ袋を探すのって結構骨が折れるな。お前が探すのを手伝うって言うから私もついてきたけど。
これじゃ見つける前に正月が終わっちゃうぞ。おい、今あそこの角を曲がった男がいただろう。あいつを追いかけるぞ。いいから私に任せろ。悪党の勘が働いたんだ。見失う前に急ぐぞ。ついてこい。おい、そこのお前、ちょっといいか。逃げたな。喜べ、私の勘が大当たりだ。待てー。おいお前、挟み撃ちするぞ。せーの。何しやがる。待てって言っただろ。私を無視するからだ。こんなところで声かけられて、いきなり追いかけられたんだ。そりゃ怖くて逃げるに決まってるだろ。本当にそれだけの理由か。ああそうだ。じゃあこれはなんだ。お前のポケットから落っこちたこれ。私にはどっからどう見ても子供のお年玉のポチ袋に見えるぞ。それはこれから親戚の子供に渡しに行く途中だったんだよ。へえ、そっか。そっちのポケットもやけに膨らんでるけど、お前はそんなに親戚が多いんだな。ああそうさ、うちは子沢山の一族でな、毎年正月は出費が多くて大変なんだよな。あそういうことだからもう行かなくちゃいけないんだ。親戚の家を回るのも一苦労なんだよ。けどな、このポチ袋、あたしがさっき会った子供がいつの間にか亡くなったって言ってたのと同じ柄なんだ。いくら入ってるかも知ってるぞ。なんなら開けて確認してみるか。なあ、まだ親戚のだって言い張るつもりか。どうせポケットに入ってるポチ袋も繁華街で子供から取ったんだろう。バレちゃしょうがねえ。俺のお年玉返してもらうぞ。やっと素直になりやがったな、この小悪党。やろうって言うなら相手になってやる。かかってこい。なんだそのちっぽけなダガーは。そんなんで俺を倒そうってか。新年初笑いだ。そっちが武器を使おうってんなら、こっちだってこの剣で痛い目を見させてやるよ。何笑ってやがんだ。負けるって分かっておかしくなっちまったのか。だからお前は子供のお年玉なんかしか盗めない小悪党なんだ。そんなちっぽけな剣で私に勝ったつもりになってたお前に教えてやる。現出せよ天皇破断剣。どうだ、これが悪党としての格の違いだ。今どこから。もっと知りたいって言うなら、新春特別サービスだ。この大悪党ノエム様が本当の悪事をたっぷり教えてやるぞ。参りました。なんだよ、もうおしまいか。とことん小悪党だったな。ありがとう、お姉ちゃんたち。おばあちゃんにもらった大事なお年玉だったんだ。別に大したことしてないぞ。この度は犯人逮捕のご協力に感謝します。お年玉をなくしたという問い合わせが子供から何件もありまして、我々もケーラを強化していたところでした。本当に助かりました。いやもう、だから私は別にいいことなんてしてないぞ。私は悪い奴に悪党の格の違いを教えただけだ。後のことはお前に任せた。じゃあな。あ、お姉ちゃん行っちゃった。もっとちゃんとお礼を言いたかったのに。お兄さん、代わりに伝えてくれる？
本当にありがとうって。それじゃあ、悪いことといえば、あ、いえ、事件ではないのですが、ご存知の通り我々ナイトメアは正月でもこうしてランドソルのケーラを務めています。しかし隊員の一人が休憩時間を過ぎても戻ってきておらず、普段は人一倍真面目な男なのですが、きっと新年の陽気に当てられてどこかで職務を忘れてサボっているのかもしれません。もしそのような隊員を見かけましたら、またお知らせしてもらえますと助かります。では私はこれで。遅いぞお前、ナイトメアと長話なんてよく耐えられるな。悪党にお礼なんて変な話だよな。本物の悪党を知ったあいつがこれからもっと悪いやつになるかもしれないだろ。だから私はこれっぽっちもいいことなんてしてないぞ。まあいい、さあもっと悪いことして正月を楽しむぞ。イカ焼けに甘酒にミニカステラに、正月の屋台はうまいものばっかりだ。さてと、腹は膨れたし次はなんか遊べるやつがいいな。お？あれくじ引きの屋台か？面白そうだな。お前も一緒に行くぞ。へえ、一等は最新ゲームか。珍しいな、売り切れが続いてて手に入れるのが難しいって聞いたぞ。よーし、ここは運試しと行くぞ。おっちゃん、一回やらせてくれ。はいよ、何が出るかな。とりゃー、残念、五等でした。はい、これティッシュね。くっそー、いいやつ当てたかったのに。別に落ち込んでなんかないぞ。最初から当たるなんて思ってなかったからな。一等が当たればラッキーぐらいに思ってただけだ。こういうのはな、引く前のワクワクが大事なんだよ。だから私はもう満足だ。残念、五等でした。はい、これティッシュね。ちぇー、外しちゃったか。さあさあ、くじの数も残り少なくなってきましたよ。一等を狙うなら今がチャンス。チャレンジお待ちしてます。ぷぷ、あいつも五等か。やっぱりなかなか当たらないもんなんだな。せっかくだしゲームが当たるまで見ていくか。誰が当てるか気になるしな。残念、五等でした。はい、これティッシュね。残念、六等でした。はい、これ風船ね。残念、七等でした。はい、これアメちゃんね。なあ、どんどん当たりがしょぼくなってきてないか。5等より下があったなんてな。くじの残りも少ないのにどういうことだ。ひょっとしてあのくじ引き1等が入ってないんじゃないのか。いや、そうとしか思えないぞ。悪党の私にはわかる。ワクワクした気持ちを利用して儲けようなんてとんでもなく悪いやつだな。さてはお前、私の言うことを信じてないな。別にいいけどさ、今から証明してやるし。おいおっちゃん、
さっきくじの残りが少ないって言ってたよな。いい、おかげさまで多くのお客さんに楽しんでいただいてますので、ささ、もう一度チャレンジしますか。次こそ一等が出るかもしれませんよ。そうだな、だったら残りのくじを私に全部引かせろ。それはちょっと困りますよ。他のお客さんが引けなくなってしまいますから。より多くのお客さんにくじを引く時のワクワクを楽しんでいただきたいですからね。なあ、そういうしかないよな。一等が入ってないって知らない客を捕まえてがっぽり金儲けしたいに決まってるからな。嫌だな。何言ってるんですか、お客さん。店の前であんまり変なこと言っちゃ困りますよ。うちは清廉潔白な店です。私はただ多くのお客さんに楽しんでもらいたいんですよ。ああ、そうか、そういうことなら。なあお前ら、私ら全員で残りのくじを最後まで引き切らないか。手っ取り早く一等を当ててやるんだ。どうだ、私の提案に乗らないか。それ面白そうね。私やるわ。だって五等じゃ悔しいもの。いいだろう、俺も乗った。僕たちも。だってさ、私以外にもここにいる全員がくじを楽しむ、これで文句ないだろ。しかしよーし、お前らとっとと料金払って一等当てるぞ。また五等か。ったく、どんだけティッシュの在庫あるんだよ。けどまあいい、次が最後だ。これでこの店が本当にズルしてないかどうかがわかるな。あー、ちょっと待って。いっくよー。これは何等？8等です。景品は爪楊枝1本。歯に詰まった餅でも取ってくれ。やっぱり私が睨んだ通りだったな。おい、これって詐欺ってやつじゃないのか？おやおや、物騒な単語が聞こえてきましたね。ここの店が詐欺ですって？え？お前は？私はここら一帯の屋台を取り仕切っている組合の代表です。うっとっと、失礼。正月太りのせいか鎧が体に合わなくなってしまって。ちょうどこちらの騎士団の方と出店の見回りをしていたところでしてね。私が取り仕切ってるところは不正を行わないようにと指導を徹底しているのですが。そっか。けどここはそうじゃなかったみたいだぞ。残念ですがそのようですね。しかも警ら中の騎士団員の前で明るみになってしまうなどとは。全ての責任は私にあります。きちんとした対応をいたしますので許してもらえないでしょうか。おう。くじを引いた全員に返金し、一等の景品もしっかりと用意すること。それで今回のところは見逃してあげましょう。偶然何らかの事故で一等が入っていなかったという可能性もありますからな。はい、そのようにいたします。誠意ある対応に努めるようこの後再指導しますよ。これまで何から何まで私が指導をしていたのに、どうして。なあ待てよ、お前今何から何まで指導したって言ったよな。ええ、それが私の仕事ですからね。ってことは一等のくじを入れないってのも
お前のアイディアってわけか。さてはお前、こいつに自分の悪事をなすりつけたな。ん？それは本当か？まさか、滅相もないですよ。代表の私がそんな不正をさせて何の得があるって言うんです？しらを切るつもりだな。そうはさせないぞ。お前、ナイトメアだろ。調べてみろよ。ふん。しかし確たる証拠もないですからね。この場でこれ以上の追及もできません。今日のところは厳重注意とします。今後は信頼の回復に努めてください。では私は見回りを続けますので、これで失礼する。ええ、よく言って聞かせます。さあ、あっちで話し合いよう。はい。おい、待てよ。まだ話は終わってないぞ。ったく、なんかすっきりしない終わり方だな。いつものナイトメアならちょっとおかしなことがあったらねちっこく事情を聞くくせに、さっきのはなんからしくなかったな。ん？どうした？なるほどな。行方不明の騎士団隊員か。さっき会ったやつが確かにそんなこと言ってたな。なあ、ちょっと確かめたいことがあるんだ。私についてこい。このバカ野郎、もっとうまくしらを切れって言っただろう。すみません。今回はバレなかったものの、売り上げがパーになっただろう。この責任はしっかりと取ってもらうからな。やっぱり私の思った通りだったな。貴様、つけてきやがったのか。話は全部聞かせてもらったぞ。責任を取るのはお前の方じゃないか。仕方ない、ここで黙らせてやる。オラ当たるかよ。そっちが力づくって言うなら私も乗ってやる。検出せよ、天狼破断剣。なんだそりゃ。そんなでかい武器どっから出しやがった。こんなやつに全力出すまでもないな。ちょっとな。おい、この動くな。お前まだやるつもりか。もう勝負はついただろう。私にぶった切られたいなら話は別だけどな。私にこんなことをしていいと思っているのかよ。忘れたのか、私にはナイトメアがついているんだぞ。ああ、さっきのあいつか。だからどうした。私が騎士団ごときでビビるとでも思ったら大間違いだぞ。ナイトメアの名前を聞いても動じないなんて、ちくしょう、こんなはずでは。は？分かったぞ、そういうことか。なんか妙に仲良し小良しで最初からおかしいなとは思ってたんだ。だけど今はっきりした。さっきの隊員はグルなんだな。いや、隊員のふりをしてるだけで鎧の中身はお前の仲間だ。悪事をごまかすために鎧だけ奪って本物の隊員はどこかで動けなくしてるはずだ。違うか。これ以上しら切ったらどうなるか忘れてないよな。その通りです。今度は正直に話せたな。最初から素直に白状すればよかったんだよ。次に同じことしたら今度こそ私がこの天狼破断剣で真っ二つにしてやる。分かったか。はい、分かりました。よし、いい返事だな。じゃあこれを受け取れ。このお金は。くじ引きの代金だ。さあ早く私に一等を引かせろ。
一等は用意していない。あんたに今白状したじゃないか。私だって今言ったろ、次に同じことしたら真っ二つにしてやるってな。汚いぞ、はめやがって。もう我慢ならねえ。そんなに私にぶった切られたかったのか。だったら望み通りにしてやるよ。ドリアン。大悪党の私に勝てると思ったか。すみませんでした。謝る相手は私以外にもいるだろう。さっさと行くぞ。というわけだ。この通りです。どうかお許しを。あいつ待ちやがれ。クソ、話しやがれ。我々騎士団に盾つくとはどうなっても知らんぞ。なあ、知ったことじゃない。騎士団なんかにビビってたら悪党が務まるか。それにお前が本物の隊員じゃないってことはバレてるんだよ。鎧を奪ったやつがどこにいるか白状しないと痛い目見るぞ。それを着てようが私のやることには関係ないからな。わかった、全部話すから、もう勘弁してくれ。悪党だろうと正月くらいはおとなしくしてろ。じゃないと大悪党のノエム様に叩き潰されるからな。ん？お前まだ他にも悪事を白状しに来たのか。 いえそうじゃなくて、これを。おい、一等の景品じゃないか。本当は用意してたんだけど、一等のくじは組合長に抜かれて。店を助けてくれたお礼に差し上げます。なんだそういうことか。私はいらないぞ。さっき引いた客の中に子供たちがいただろう。あいつらに引かせてやれ。なあ、それとナイトメアを呼んできてくれ。本物のな。偽物の身柄を引き渡しといてくれ。はい、わかりました。いいんだよ、くじで当てなくても私はゲームくらい自分で買えるからな。それにくじ引きはもう楽しんだし、おまけに悪党らしいこともできたから大満足だ。それじゃゲーム屋にゲームを買いに行くか。ナイトメアが来る前にとっとと逃げるぞ。ここが神殿か。繁華街の縁日とはまた違った雰囲気だけど、ここも賑やかで面白そうだ。何か楽しそうなことはないかな。うわって、なんだお前か。脅かすなよ。お参りっていうか、ただ正月の神殿が面白そうだから来ただけだぞ。私は神様なんて信じたことはないからな。っていうかお前、有言実行って知らないのか。私はな、自分の願いは自分の力で叶えるんだよ。あ、けどおみくじで自分の運試しならしてみたいな。こっちのおみくじは引いたことがないからさ、お前も一緒にやれ。あ、お前どうしたんだ。とっくに日は昇ってるってのに急に眩しく。お前が光ってるのか。それにしては眩しすぎ。
福引きはしたし、うまいものもたくさん食べたし、日本の正月ってのはいいもんだな。さてと、あとは何しようかな。せっかく久しぶりに自由なんだ。まだまだ遊び足りないぞ。え？商店街の先に行列ができてるな。確かあっちには小さな神社があったっけ。そうか、みんなお参りに行くのか。神頼みって柄じゃないけど、神社を覗いてみるのも面白そうだな。私もこの列に混じっていくとするか。ん？あいつは！おい、お前！しまった！つい見知った顔がいたから話しかけたけど、こっちだと初対面だった！ほら、同じ学校に通ってる生徒だ。ああ、すれ違ったりしたことがある程度だけどな。何度か軽く挨拶したことはあるぞ。軽くな。こいつが超お人よしで助かった。この列に並んでるってことは、お前も神社に行くんだろ。だったら私もついていく。ちょうどこれから行こうと思ってたところなんだ。いや、私はお参りするつもりはないぞ。神様ってやつは信じてないからな。ただ正月だし面白そうだから行くだけだ。今日はとことん正月らしいことをしようって決めてるからな。なあ、神社って願い事をする以外に面白そうなことってないのか。なあ、運試しだな。それなら私もやる。お、神社が見えてきたな。なんだ、この列はお参りの列だからおみくじは並ばなくてよさそうだな。じゃあ私がここで並んでるから、お前は先に引いてこい。ああ、おかえり。だいぶ列も進んで、もうすぐ神社の中に入れそうだぞ。それで結果はどうだった？その表情からすると、やっぱりな。聞かなくてもわかるくらい暗い顔してたぞ。残念だったな。他にはなんて書いてあったんだ？私にも見せろ。どれどれ。旅行、控えた方がいいでしょう。縁談、大変な目に遭います。ああ、散々だな。ま、ただの運試しだ。あんまり落ち込むなよ。お、もうすぐ神社の中に入れそうだな。お前はこのまま並んでお参りしてこい。私はおみくじ引いてくる。終わったら来てくれ。よーし、あいつよりいい結果を引いてやる。よー、こいつだ。どうだ。何言ってる、どこが残念なんだよ。最高の結果だ。お前だって大凶が引けなくて落ち込んでただろ。おい、なんでキョトンとしてるんだよ。もしかして私の言ってる意味がわからないのか。今日って悪いって意味だろ。だったらそれよりも悪い大凶はこれ以上ないってくらい悪いんだ。だから私は一番悪いのが引けて嬉しいぞ。お前とおみくじ引けて楽しかったぞ。おかげでいい正月になった。ありがとな。ふう、ついあいつに話しかけちゃったけど、バレなくてよかった。それに案外神社も面白かったし。そうだ、大凶のおみくじオキトに自慢してやるか。きっとあいつ驚くぞ。あら、相変わらず能力のプロテクトはかかっているけど、どうやら偶発的にあの子の記憶が再生されたみたい。あいつとの絆が強まったからなのかしらね。再生されたことで何か影響がないといいのだけど。
今回も有益な情報は見つからなかったな。でもこれがあの子にとってはあっちでの数少ないいい思い出のはずだわ。あいつとあの子の間にこんな楽しいこともあっただなんてね。驚いたけどなんだか安心したわ。アクセス終了、リブート開始。あいつやみんなと仲間になった今、これからは忘れたくない思い出を新しく作ってね、ノエム。私、いつの間に寝ちゃってたんだ。しかも昔の夢を見るなんてな。それにこんな真っ昼間に今年の初夢か。すっかり忘れてたけど、おみくじで競い合ったこともあったな。あの時も二人で結果を見せ合って。あ、そうだ。なあお前、あたしとおみくじで勝負しろ。ルールはたった一つ、外境を引いた風の勝ちだ。縁起？私はな、そういうのは信じたい時だけ信じる。だからお前も気にするな。さあ、つべこべ言ってないで行くぞ。勝負だ勝負。今回も私が勝ってやるからな。